決、トータライザー対決。よっしゃー。さらに今の面からを変えたいと思っている。おお、なんだそれ。さあ、それどうなったでしょうか。結果はこちら。できてんねんからさ、これ以上幸せない。面から対決、トータライザー対決。面からに分かれて座ってもらいました。はい、はい、まあ赤青系とかそういうちょっとざっくりしたまとめ方してるところもありますけども、これで面からとさせてください、はい、さあじゃあまずはこちらから面からが赤ですね、うん、赤チーム、はい、あ赤、はい、あそうなんですね、はい、ここも結構くせ者揃いな感じしますけれども、うん、赤って王道のイメージあったけど、王道のイメージ赤なの、違う違う赤じゃないですか別にお前どうしたの、茶色とか、茶色とか、なんで茶色じゃないの、せいやくんも茶色って茶色なんてないじゃん、茶色の中に光がないからじゃもう仕方なく赤、茶色の中に光がない、茶色の光ってなくないですか、茶色の光めちゃめちゃ気持ち悪いやん少年忍者赤3人いるってこと、赤3人ですよ、すごい、2人は分かるよ、ね、うん、いやめっちゃ分かるじゃないですか、茶色って感じは茶色の名前からないじゃないですか、でも今日は皆さんチームレッドとして仲良くしてあげてください、はい、今日だけはよろしくお願いします、さあじゃあ続いてチームブルー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 、静かだな、ブルー静かですね、クール系なのかな、なんかあれですね、ほぼ喋ってないメンバーがそうやな、うん、なかなか喋ってないメンバーは、うん、なんかそういうのが集まるのかもね、そうやね、さあ続いてチームグリーン、よいしょね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、続いて待って待って待ってひな壇慣れすぎやねやべマイナス4だろね、みろり完全に、ね、目に優しいし、ね、空気良くなってるから癒して平和に行くやみたいな、はい、そうそうそう、俺うちの妖精さんがいるからさ、ピヨピヨピヨありがとうございます、ありがとうございます、さあ続いてグリーンの横の紫ですか、チーム紫、はい、お願いします、はい、よろしくお願いしますお願いします、あれチーム紫、あなんかあれですね、静かな、はい、クールな感じで、どこまでが紫あ、そうか、あ、本当ですか、なんか意気込みとかありますか、え、でもなんかチームワークいい感じしません、そうですか、そういう感じのあんま見えませんあ、みんなびっくりしてるもんさあ、続いてはこれなんだ、オレンジかな、ピンクとオレンジ、ピンク&オレンジ、はい、あ、そこ願います、どこまでですか、ちょっと手挙げてもらわないとなかなか、オレンジがこっち側です、オレンジ、オレンジ、僕たちオレンジでーす、チョリース、あ、違う違う、あ、僕場所です、はい、場所です、やられました、いや、だからピンク仲間だと思わなかった、知らんかったよ、ね、だから今あれなんですね、あんまり息合ってない感じだった、ね、そう、ここだけで考えてたんで、オレンジあるあるで、そう、面からで、ね、メドレーシャッフルとかした時にピンクの組まされがちなんだよ、人数少ないからあ、そうだね、ね、そうか、なかなかピンクの皆さんは、はいはい、自己紹介ありますか、なんか、いや、ないです、ないです、ないです、やらんか、え、なんかピンクってなんか年々減ってません、ピンク減ってきた、ほぼ少年忍者3人とコンビだけ、そう、そうです、本当だ、ピンクオレンジからこっちは黄色白黒チーム、はい、じゃあまたあまりだよ、あまりだよ、いいですね、まとめて言うとその他っていうことでいいですね、その他、その他で、ちなみに黄色は、はい、あ、結構多いね、黄色チームやんけ、黄色チームやで、黄色で黄色黄色すくってあげてる形かな、だからで、白黒が白で白2人と黒あ、黒です、あ、黒1人なんだ、黒の黒だ、黒あ、ゆうとも白やもんな、白白です、だから一緒だよ、一緒だよ、ほら、あのだから我々も今回は地味に参加するのかな、これはまあ手元にスイッチを用意してもらってるんで、ありますから、まあ、青と黄色、白黒チームとして、はい、参加します、ね、参加します、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします、さあ、それではルール説明に参りたいと思います、皆さんお手元にスイッチございますね、はい、はい、今から皆さん全員にイエスオアノーで回答できる質問をしていきます、その質問に対してイエスと思った人だけそのお手元のスイッチを押してください、結果我々の掛け声でこちらのモニターにスイッチを押した人数が表示されますので、はい、その数字をチームごとに予想して当ててもらいます、はい、じゃあ早速質問の方参りましょうか、じゃあまず一
つ目の質問はこちらです。実は一発ギャグに自信がある。ほう、おう、それではいきましょう。トータライザースタート。どうやろう、関西勢はでもなんか強いイメージはありますよね。確かに、なんとなくですけど、ね、鉄板ネタです。はい、というわけで終了。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、それでは各チームごとに相談して数を決めていただきたいと思います。一体何人が一発ギャグに自信があるのか。さあそれでは答えていただきましょう、うん、じゃあこっちからいきましょうか、はい、チームレッドお願いします。はい、2人、2人です。じゃあもうみんなで話して、はい、じゃあなんかこうやらされるんじゃないかと、うん、押したら、ま、やらされんじゃない、誰が押したか分かって、うん、やらされるんじゃないかっていう心配がありながらと、あとはメンバー誰が押しそうと聞いたところ、うん、結構少ないんちゃうかなっていう。うん、でも元木は絶対押したんじゃない。元木はマジで押してない。押してない。押してない。へえー。だからそれ言ったら意味なくないですか。いやいや、とりあえず、とりあえず、さあそして続いてチームブルー。はい、青チームは、はい、じゃん、20です。うわ、攻めたね。約半分よ。逆にメンバーを聞いた時に、はい、人数が意外と多くて20にしました。なるほど、なんかもう多いっていうやつと全然いないってやつがいたから、間取ってこんぐらいでした。なるほど、めっちゃ多いんじゃないかって言えば。さあ続いてチームグリーン。8人。あ、いいね、いいとこ来ましたね。そう、いや、みんなと先方一緒、各グループずつ何人挙げてると思うっていうのの合計が8人でした。なるほど、8人いきました。さあ続いてチーム、紫。はい、紫は4人です。4人、はい、冷静ですね。意外と真面目な2人が4、5人じゃないかなって言って。意外と真面目な2人、どこですか。コジケンとサクちゃん。あ、コジケンとサクマが意外と真面目、意外と真面目だった、まあね、このシーキングタイム中、この試合中にしっかりしてる一面があったと思って。頑張って今ちょけてますね。頑張って照れ隠してちょけてますね。その結果これです。あ、4人になりましたと、はい、さあ続いて12人。ほら、まあその関西さんがやっぱ押されてる方多いんじゃないかなっていうことで、とりあえず11で、押されてない方引いても関東ちょっと足したら12ぐらいにはなるんじゃないかなっていう数字。さあその他の方、いや、ちょ待って、黄色とその他、黄色とその他。はい、じゃ黄色その他チームはこちらです。7。まあ先方似てますけど、ここまでの収録でちょっと手挙げそうだなって人数えたらこれぐらいかなっていう。なるほど。はいはい、それでは答えはどうなってるんでしょうか。正解はこちらです。イエー、おっしー、8と9人押したってことですよ。この中に自信がある人が9人いる。聞きたいよね。念のため。念のため。念のためね。ないけど、ちゃんと自信があるから作動してる。自信があるってのはやっぱね、うん、やりたかったんだなと思って。元木だ。だから違う。あと一人。明日ほど元木だ。押してた。押してた。押してた。やってないの？え、俺違う。マジでやってないんですよ。じゃあ誰だと思う？俺さ、俺用意スタートで押してもうた。8じゃん。じゃあ8だろ。俺らまさかの抜きの8で感じた、うん、じゃあせっかくなんで自信があるってことなんで。確かに自信があるってことなんで、もまた、なんかもう普通の一発ギャグいっぱい見たからさ、なんかジャニーズの先輩の曲使ってみたいなやつにしよう。あー、オッケー、時計なし、時計禁止、いきます。はい、行きましょう。先輩の曲を使って、はい、いいです、お願いします。いきます。プルーハー、テレテテレテテレテテテテレビ。すごい。続いてのテーマは、密かに今のメンカラを変えたいと思っている。なんだそれ。もしいたらイエスの人はスイッチを押してください。スイッチどうぞ。まあ、あの色が良かったとかあるやろうからな、絶対な、うん、憧れの先輩と一緒がいいとか。5、4、3、2、1、終了。さあ、それはどうなったでしょうか。結果はこちら。すごい、多い、
あら、なんでなんで。17人、結構じゃないですか。そうやな、だってもう一グループぐらいできちゃうもんな、これって。ね、変えたい人で。確かに。そうか、そうか、いや、意外とだからみんな納得いってない人たちもいるんですね。絶対、その他の人は押してるでしょ。俺自分で決めたもん、白って。あ、白はいいね。勝手に。そうかそうかそうか。ちょ勝手にとか言わんといですよ。どういう理由で決めたんですか、それは。いや、その入って最初、後から加入じゃないですか、僕だけ、はい、で、メンバーから決まってなくって、うん、雑誌の撮影でメンバーからの花の冠をかぶるみたいな、うん、撮影の時にその雑誌の方がちょっと分かんなかったからとりあえず白ねっていうので白をかぶったんですよ。で、それきっかけで、あ、じゃあ白にシーちゃおうと思って。シーちゃおう、そんな感じシーちゃおう、シーちゃおう、シーちゃおう。いや、でもだからこんだけ思いあるメンバーがいるんですね、面からに。一人知ってますよ。あれ、あ、マジ変えたい人。小島さん。あれ、え、2年前ぐらいになんか言ってましたね。え、なんで言ったんすか。紫が嫌とかじゃないけど、なんか変えたい。僕は正直押してない。押してないの。押してないよ。もう今満足してんねん。過去の話ですからね。昔なんか過去は何があったんですか。いや、グループ入る前ですよ、はい、あれはグループ入る前、3年前ぐらいかな。おもろい話してた。ありがとうございます。3年前は長くなりそうだぞ。グループ入る前、まあ、全然あのその仲いいとか面白いとかもないんですけど、誰たちグループ入るときに色決めるからみたいな、色好きな色言ってみたいな言って、それが採用されるか分からんけどって時に、僕はちょっと天の弱で今ある色が嫌だったんで、白と黒2つ合わせたオセロっていう色を僕は作りたかった。何やねん。あ、それでオセロっていう色がいいですって言って、で、ダメですって言われたんですよ。分かりづらいから。第二希望お願いしますよ。第二希望、じゃあ銀色お願いしますって、銀色ダメですって言われて紫になったんですよ。なるほど。第三候補やった。でも今となっては、もうだってこんな紫の最高なメンツとこうやって一緒にできてんねんからさ。なるほど。これ以上の幸せないよ。でもだから、せいやくん押してると思うねんな、俺。白にこだわり持ってませんでした、最初。あ、最初ね。あ、白がよかったんですか。押してないけど、俺。あ、そうなんや。別に変えたいと思ったことはないから、でも。僕的には、押した人ってメモしついてて。あ、そう。え、すごい。多分、藤井くんが。え、多分。マジで。マジで。赤色になりたかったと思うんですよ。確かに。そうか。そういう節ないですか。いや、確かに。押してないです。自信持ってますよ、緑に。そうなんだ。自信持ってる。いや、俺逆に、はい、こいつだろうなって目星ついてる人いて。あ、います。元木が赤の重圧に耐えれてないんじゃないか。あ、そこだ。確かにね。来た。なるほどね。もう逃げ出したいんじゃないかっていう。来た。あんだけさんざん僕オープニングで赤だろって言ってますけど、おい、僕え押しました。お前かい。押したんか。どうした。そっか。あの、やっぱり僕自分で思ったんですよ、はい、今もうあのシンキングタイムで、うん、俺茶色じゃねえかなって。他にも何人も押した人はいるんでしょうけど、うんうん、あと誰ですか。なんかそっち側で怪しいと思う人います。いいよ。あ、じゃあいいですか。あ、開けるか。お、すごい。いや、もう多分リトル感性みんな分かってると思うんで。そうですね。ほら、せーの、コタロー。いや、まあ、コタローは多分黄色じゃなかったらもっと人気出てると思ってます。いやいやいや、人気でしょ。押したん、コタちゃん。いや、僕的には黄色以外であれば何色でも構わない。めっちゃ黄色気づいてる。押してたんや。そんなに、なんで、そんな結果が何だったの。いろんなメンバーが口揃えてるけど。そうですね、まあ、いじられたのもあるし、はい、3枚目やと思われるのが嫌で。ほう。あ、黄色に喧嘩売ってる。3枚目やと思ってんだけど。ってことやんね。そういうことやな。おかしいよね。あ、3枚目ってああいうことを言うから。違う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 。でも確かに横でカチ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 めっちゃ追ってた。めっちゃ追ってた。さあ、続いてのテーマはこちらです。絶対に負けたくないライバルがジュニアにいる。おイエスの人は押してください。これは熱い関係なんじゃないですか。それではドタイザーどうぞ。ちょっと空いてほしいね。でもね、空いてほしい、うん、こういう機会じゃないと言うことないかもしれないから。ないだろうからね、ちゃんと言いたいと思いますよ。終了。はい、それでは発表していきましょう。こちらです。おお、あら、いい関係だ。あった。しかもこれお互い思ってる可能性あるね。そうですよね。だから9パターンあるかもしれないですし、うん、何パターンあるか分かりませんけど。なんかこっからさらに絞ろうよ。なんかあのいいですよ。それがグループ内であるとか、なんかそういう系の。ああ、いいね。
じゃあ今押した人に聞きましょう、うん、その相手はグループのメンバーである。これおもろいな。面白いですね、絞っていくとより、うん、さあ結果が出ました。ライバルがグループ内にいると思った人はこちらです。すごいな。絶対忍者や。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 確かにもう統計的に忍者ですか。忍者や。僕忍者ですって。あ、だから忍者です。あ、それ聞きたいわ。いきますよ、じゃあ質問しますよ。僕忍者です。めっちゃおもろいな。おしゃだから自分忍者です。さあ結果が出ました。こちらです。やっぱそうだ、バッチバチやん。すげえな、忍者バチバチじゃん。いやだからもっと絞ってくれ。忍者だったら誰が一番ライブされてそうですか。確かに確かに。やっぱ後期とかじゃない。あ、後期。確かにね。バタルとかね、引っ張ってたりするし。そうそう。じゃあどっち。深田とかもそうじゃない。あー、深田ね。わかりました。ではそのライバルだと思ってる相手は後期、深田、渡る、この3人の誰かである。おどうだい。スタート。さあ結果出ました。結果こちらどうぞ。うわおもろ。差し支えなければ聞きたいけどな。ねえ、ここまで来たらちょっと出てきてほしいですね。言えるなら、言える人、言える人、言える人、うん、例えば、こうきと。僕は、わたるに対してもしてる。おぉ、おぉ、熱いな、これ。そして、わたるは誰にもしてる。俺、忍者じゃない人。あ、あ、あ、でも、押してはいるんだ。押してはいる。お、すごい。それ、誰かいる。いや、やっぱりキャラかぶりしてるリチャード君。あら、あ、かぶってますよね、やっぱ名前がまずカタカナかな。あーそっちね。ぐらいじゃない。そこぐらいやん。それぐらいです。それぐらいです。それぐらいです。ちょっとふざけたかっただけ。あーなるほど。ふざけてやん。あと少年忍者をした人誰なんだろう。はい、おーおー、僕はですね、まずジュニアみんなに負けたくないです。まずまずの上で深田は絶対に負けない。なんで最近深田と話せてない。おい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 、やばい、それやばい。落ち着け、マジで。仕上げて。マジなんですけど、なんか気まずいみたいな。言ってて、言ってて。押した人とかまだ気になりますけど、今日はちょっとまだ時間ないので、また次回なんかあればやりたいと思います。これ面白い。ということで以上、トータライザーでした。面白かった。最後の企画は2023年占いランキング。わかりやすい。じゃあまず48位からいきたいと思います。見てもなくないかこれは。ちょっとじゃあ今年はより精力的にやってみようかな。なんか俺自分の力一つもないな。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そうしよう。じゃあでしたよ。ちょっと違いました。やっぱやっぱちゃうかったね。1位の実力は思い返してみると、あ、そういやいいこといっぱいあったなって思った。あー、いいな。ちなみに、はい、前回最下位の一歩手前佐久間だったらしいです。あら、どうでした去年1年は。肋骨の肉離れを起こしました。